醸造酒とは、原料を酵母によりアルコール発酵させて作られた酒。蒸留などの作業を経ずに、基本的にアルコール発酵させたままの状態で飲まれるものを言う。酒の製造方法で、醸造酒、蒸留酒、混成酒に分類した時の一つ。一般に、蒸留酒に比べアルコール度数は低い。これは、アルコール発酵を行う。 微生物が自らが作り出したアルコールによって活動を阻害されてしまうことに由来する。醸造酒は大きく分けて単発酵種と副発酵種に分けられる。さらに副発酵種は単鉱副発酵種と並行副発酵種に分けられる。損で熟成されているワインビールの原料ホップ原料が糖分を多く含む場合、酵母さえあればそのままアルコール発酵させることができる。 この種の酒を単発酵酒という、糖分を含む果実などを原料にした酒、例えばワインやシードル、馬乳酒などがこれに含まれる。これに対し、原料が米、麦などの穀類の場合、原料の穀物等のデンプンをまず糖に変え、その後にアルコール発酵させることになる。硬化したデンプンを麹カビなどによって糖化する場合と、穀物を発芽させて、 澱粉を投下する場合の2種類がある。この、投下とアルコール発酵の2つの工程により作られる、酒を副発酵酒という。ビールや日本酒などがこれに含まれる。澱粉を投下した工程の後に発酵を行って作られる副発酵酒。ビールなどがこれに該当する。澱粉の投下とアルコール発酵の2つの工程を同時進行させて作られる副発酵酒。 日本酒がこれに該当する。ありがとうございます。